じゃあ豊さん、はい、この動画では数々の、例えばあの時豊さんが予想していたもの、今どうなってるか、再予想いうのね、予想おじさんやってて、いろいろコメントでもね、やっぱ裏を書けばいいんだなとか、裏を読めば失礼だな裏目おじさんにもあった時、まあまあそんなね、当たるやつなんかいないよ。そうですよ、だから俺の動画を見て、例えば監督とか外しとこうって思うかもわかんないし、あ、逆にね、いやいや、あいつの言う通りじゃねえかって言われるのが尺だからみたいな。ああ、そうか、そういうことはないな。ないですねいいように考えてみたんですよ、はい、なのでこの番組は予想大好きです、はい、なので今日はですね、現時点7月の今時点での阪神と巨人のベストオーダーを豊さんに作ってもらいました、はい、で私の手元にあるのは豊さんが今年1月キャンプもまだ何にも見てない状態での予想、はい、開幕予想。そらね、そんなん出されてきたら当たるわけがないじゃん。だって怪我するかもわからないし。そうそう、だからそう、そういうこともあるんですよ。そういうことですよ、はい、プラスアルファ WBC 期間中にやったんですけども、キャンプを見終わった後の阪神と巨人の開幕予想オーダー出してもらいました。この2つ私の手元にあります、はい、ちょっとじゃあ見ていきますか、はい、コーチをね、1月キャンプもまだ何も見ていない時点での豊さんの阪神の予想、はいはい、1番センター近本選手、はい、2番セカンド中野選手、はい、3番サード佐藤輝明選手、はい、で4番ファースト大山選手、はい、5番にレフトノイジー、はい、で6番ライト森下選手、はい、7番ショート小畑選手、はい、で8番にキャッチャー梅野選手で、ピッチャーは青柳投手と、まあ、ほぼほぼ当たってんじゃん。悪くないですね。悪くないっていうか、うん、まあな、うん、今はそのオーダー組めないからね。あの、まあそうですね、ショートが、まあ、小畑選手じゃない。それは何、キャンプを見てから見ない、ね、見てない、何にも見てないので、ほぼほぼ当たってんじゃん、ね、だからその3と5を変えたらほぼほぼ当たってる。当たってます。木並みが来てるだけで何も見ない情報の方がいいんですかね。わかるそんなやな、うん、で一方ジャイアンツ、はい、1番センターブリンソン、1番なんですね、ここはね、うん、2番ショート坂本選手、3番ライト丸選手、4番ファースト中田選手、5番サード岡本選手で、6番にキャッチャー大城選手、7番レフトウォーカー選手、8番セカンド吉川直樹選手で、ピッチャーが戸郷投手というところで、これ中田選手と岡本選手をテレコにしてたんですね。まあ、そうだね、あのそれ、あの前年度のっていうところから、あ、まあ、ほぼほぼそんなに外れてるっていうことはない。1番ブリンソン選手にしてたんですね。使えるよいや使えないことはないと思うよ。はいはいはい、はい、だけど、あ、一番で使うとどこ走るか分かんないからな。そうですね、変な方向にどこ行っちゃうか分かんない。おお、なるほど、こういうふうにしてたんですね、はい、で、はい、キャンプを見ました。で、まあ、WBC の選手たちの疲労度とか、はい、そういうのも踏まえた上での予想、はい、いきます。阪神1番センター近本選手、はい、2番セカンドナベリオ選手。いやだからその中野がどういう、うん、開幕でしょ、開幕のオーダーでしょ、でだから疲労を持って帰ってきて使うかどうかっていうのは分からないっていうような状況じゃん。そうです、はい、しかも DeNA と当たるので今永投手だから左っていうところもあってっていう。で3番レフトノイジー選手、はい、4番ファースト大山選手、はい、5番サード佐藤輝明選手、はい、で6番ライト森下選手、はい、で7番にキャッチャー梅野選手、はい、8番ショート木浪選手で、9番に青柳投手。ほら当たってる、当たってますね。ライトってでも森下選手開幕ってしてたんだ。豊さん当たってる、ほぼほぼ当たってる。だから中野を使うか使わないかで迷っただけの話で、うん、そうですよ。ただショートオーバー、ショートはうんなるほどね、なんか微妙なとこで、いやだから俺の方が先見の明があるっていうことあれから小畑を木浪に変えたっていう、岡田監督よりも。そうよ、俺の方よ次ジャイアンツいきましょう、はい、1番レフトオコエ選手、おお、当たってる、はい、2番ライト丸選手、はい、3番センターブリンソン選手、はい、4番サード岡本選手、はい、5番ファースト中田選手、はい、6番にショート坂本選手、はい、7番セカンド吉川選手、8番にキャッチャー大城選手で、ピッチャーが、まあ、これ菅野投手があの怪我する、はい、離脱する前だったので菅野投手だったんですけど、ほぼほぼ当たってない、ほぼほぼ順番が違うだけですね。あ、じゃあでもスタメンのメンバーは一緒。お、ブリンソン選手、豊さん入れてきてたし、4番と5番、あ、あの5番変えましたね。ここで、そうよ、ほら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 岡本選手、まあ、WBC で良かったですもんね。そう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 、いいじゃないですか。いいでしょ、うん、いいでしょ、いいですね、はい、で、7月
今現在のベストオーダー、豊さんに考えてみて。今現在の、はい、豊さんちょっと発表してください。はい、じゃあ今日のスタメン発表するぞ。阪神タイガース、はい、ね、今日はやってくれ。はい、はい、1番セカンド中野、はい、2番サードナビル渡辺、はいはい、3番センター近本、はい、4番ファースト大山、はい、5番ライト前川、はい、6番レフトミエセス、はい、7番ショート木浪、はい、おお、8番キャッチャー梅野、はい、で、あとピッチャー誰かってことですね。 あれ1番に中野選手、これね、阪神の打線を考えた時にやっぱ3番がキーなんだよ、はい、それとやっぱ大山を楽に打たす、うん、例えば大山がやっぱ敬遠されるかされないかっていう勝負をされると困るんで、はい、前側を5番に持っていった。3番じゃなくてなんですね。この子はやっぱ絶対勝負強いから、うん、それと全部ジグザグにした、左右にした。だから木浪を上げて、そうですね、7に上げて梅野を下げて。なるほど、その8番が木浪選手から上位に回っていくっていうことよりもジグザグにしていくってことですね。まあ、これだと不動でいけるという、はあはあはあ、右左関係なくいけるという。はい、なるほど。でやっぱ大阪のおばちゃんは使う、これは大阪のおばちゃんはカゴ持って走らせないといけない自転車点取ってもらわないと。あ、そうですね、入れて そうわー、分かりました、はい、ジャイアンツです。はい、1番セカンド吉川、はい、2番レフトウォーカー、うんうん、はい、3番センター丸、はい、4番サード岡本、はい、5番ファースト中田、はい、6番キャッチャー大城、はい、7番ライト秋広、はい、8番ショート門脇。おお、だレフトにウォーカー選手、ライトに秋広選手ということなんです。ウォーカー選手はそして梶谷が入ってくるとまたちょっと違うんだけど、うん、だ今現在はいないので、やっぱね、ホームランで勝つチームだし、ホームランを打てる選手を置いといた方がいい、うんうん、だからウォーカーを入れると、もう守備には目をつぶる、もうそこはしょうがない。だから坂本が欠けてる時点で、うん、ある程度その怖さという意味では、はい、30% 減ぐらいになってるから、はい、でもウォーカーを入れることによって打つだけだったら 50-50 になるという。ああ、そういうことですね。そう、打撃面では。そうで、びっくりしたのが丸選手が3番で、はい、秋広選手が7番。秋広は疲れてる。あ、それは見てても分かるでしょ、はい、だからちょっと下げてあげる。でも7に一気に下げるってことですか。7に一気に、だって大城に失礼でしょ、大城はいいバッティングしてるよ今年は。そうですね。そうか、3から7へ。で、その間に丸選手を3に上げる。やってもらわなきゃ困るよね、坂本がいない間に、はい、やっぱお前が頼りだっていうようなことだよね、はい、で秋広っていうのはその坂本がいたりだとか丸が支えてたから、うん、岡本とか、うん、まだ働きやすかったと思うけど、はい、やっぱその坂本がいなくなったりだとかすると秋広への負担っていうのは必ず出てくると思うんだよ、はい、で夏のこの暑さ、うん、まあ、いろいろあって、まあ、疲れてくるだろうなっていうふうに思うと、少しちょっと下げてやった方が精神的には楽になるかなと思う。そうなんですね。で、やっぱりショートはここは門脇選手に守ってもらうと。もう守りだけでいいからやれっていう、うん、まあ、そんな感じ。おお、ベストメンバー出ましたけれども、はい、ね、皆さんにも現時点での阪神と巨人のちょっとベストオーダーを、ね、考えていただきたいですね、コメント欄に。もうね、何考えてんだっていうコメントはやめろもうもうね、それあるんだよ、あるの一部、何言ってんだよみたいな、はい、いやいや別に予想だからいいだろみたいな確かにね、もうこう携帯と話すときはあるから余ってんのもなみたいなブツブツ変なおじさんになっちゃうからやめてくれみたいな、ね、そうですね。なので純粋にあの皆さんの思う阪神と巨人の現時点でのベストオーダーを書いて、まあ、そうだな。あのこの動画評判良ければ他のチームも組み合わせてやっていきましょうよ、うん、だまあ巨人は、うん、ともかく、はい、俺は阪神はいいと思う、これすごく。そうかそうか、ナベリョウは使ったら必ずやるから、はい、あの子はねやっぱ日本ハム時代から勝負強いから、はい、速球破壊王子とか、ね、うん、言われてまっすぐに強いだけだろ、強すだろって言われるけど、いいバッティングしてるから。糸原選手を使うよりも豊さんはパンチ力がある、ナベリオ選手、それと甲子園ということを考えると右使ってる方がお得感が出る。だから2番に入れて、はい、細かいこともできるから、うん、やらそうと思えば、はい、で阪神の打線の中では近本が
やっぱポイントを握るようになる。やっぱそれだけの責任を持たさないと、うんうん、で大山の後ろ前側、はいね、大抜擢だけど、うん、この子はやっぱ勝負強いし、はい、大山と勝負を避けてて思うけど前側と勝負っていうのも嫌だと思うよ、うん、そうですよね、うん、だから必然的に大山選手と勝負せざるを得なくなるっていう、うん、それと右左っていうからワンポイントっていうのは一人しか使えないよ。そう、岡田監督っぽい考え方ですよね、はい、ちょっと電話しようか監督どう勝手に LINE で今から写メ撮って送るからみたいな。またな、意固地やからな岡田監督梅野とショートは変えないとか、ね、あとはいいかもなみたいなちょっと手こ入れして使うかもしれないですね。ぜひ私のアイデアが良かったら使ってください、はい、ぜひ、はい。